児童殺傷事件が起きた大阪教育大学附属池田小学校で、絵を描いて心を癒すという試みで、児童たちが力を合わせて描いた大きな絵が今日児童に披露されました。朝から雨となった今日、附属池田小学校では校内放送で朝礼が行われました。朝礼には校舎の壁に飾る花の絵を制作したアメリカのアーティスト、エド・マッセイさんも参加して、児童にみんなと一緒に楽しく活動でき、素晴らしい絵ができましたと挨拶しました。花の絵はアメリカで絵を描くことで心を癒すアートセラピーの活動を行っているエドさんが、児童が元気になる助けになればと作ったものです。朝礼では2年生の女子児童がエドさんに感謝の気持ちを述べ、お礼の手紙を手渡しました。私たちは事件で大変心も体も傷ついたけれど、エディさんのおかげで楽しい体験をすることができました。私はサインをしてもらったことが一番嬉しくて、お友達にもコピーしてあげました。そして雨の中、中庭で完成した絵が披露されると、子どもたちの中からわーっと歓声が上がりました。絵は運動場に面した校舎の壁に今月8日に設置される予定でしたが、雨で延期されていて、学校側は今週末には設置したいとしています。